皆さんこんにちは。はじめまして、LA 在住のヒデと申します。今日はですね、K さんのことについてちょっと話させていただきたいと思います。自分が K さんと初めて会ったのはもう10年以上前で、まあ、その時に K さんがちょうど、ジャパンツアー地下のホーミーたちを日本に招待した時に、まあ、自分もそのホーミーとかを K さんを通して、紹介してもらって、まあ、初めて地下の人たちと触れ合うことができたんですけど、まあその時からなんていうんですか、自分も前本場の LA に行ってそういう方たちと、まあ、生活をしてみたいのっていうのがきっかけで、8年前か9年前に、K さんの紹介で一度 LA に、住んでます。でその時に、K さんのホーミーの家に泊まらせていただいて、毎日 CD 売ったりして、まあ、いろんな経験させてもらいました。で、まあそういうのも、まあ、ちょっと話もしたいんですけど、まず、まあ、K さんの、その、まあ、K さん今日本ですごい、みんなこうすごいホーミー近いのになった日本人っていうのですごい取り上げられてると思うんですけど、そこの部分の本質っていうのをやっぱり分かってない人が多いっていうか、なんていうんですかね、そのもちろんそのアメリカのことなんで分からない人が多いと思うんですけど、そこについてちょっと説明したいなと思います。まずやっぱり、日本人がそのチカーノのギャングになるっていうことはすごい珍しいことであって、実際、自分もやっぱこっち来て今ホーミーたちとほぼ一緒に仕事や遊んだりしとんですけど、その中でそういう話した時に、3人か4人ぐらい日本人が、その地下のギャングになったという話を聞いてます。ただ K さんっていうのは、ちょっと別格で、その3人のうち2人はアメリカンジャパニーズっつって、まあ、こっちで生まれ育った日本人で、日本語も喋れずにメキシカンのフードで育って、そのまま、地下のギャングになった人は、ただ K さんはやっぱ日本で生まれ育ってハワイで捕まって、そっからいろいろあって、地下のギャングになった人なんで、まあその辺がやっぱり、めちゃくちゃその違う、まあ、部分であるかなと。あとやっぱホーミーたちに聞いた時に、その違う人種の人間が、サウスサイダーに入るっていうことはよっぽどなこと、よっぽどな、まあちょっとあえて言葉は、ね、言えないですけど、よっぽどなことがないとやっぱりホーミーたちの仲間にはなれないというのも実際聞いてます。あとはですね、こっちでカンポーンって言うんですけど、まあ、K さんの YouTube 見ていただいている方は見たことあると思うんですけど、あの K さんの服にこうドットが 1,2,3 個でラインが2つ引いてあるマークがあるんですけど、あれはもうメキシコのアステカの数字を表しとんですけど、まあ、あれは13っていう意味で、まあね、名前がカンポールって言います。でもちろんサウスサイダーになった人間っていうのは13番を背負うことができるんですけど、あのカンポールっていうものに関してはもちろんホーミーたちは、タトゥーを入れることができます。ただその自分もその元々終身刑やった人間の、まあ、友達がおって、まあ、その人間にそのカンポールについて聞いたところ、まあホーミー、その若いホーミーとかがじゃあ例えばここにカンポールが入っとって刑務所入ってくると、彼はじゃあお前がカンポールのタトゥー持っとるっていうやったらそれなりのことができるんやなっていうのを試すって言ってました。っていうことはやっぱりそれなりのすごい意味がある、マークなんですけど、唯一日本人でそれを持てるのが K さんなんですよね。まあそこら辺がちょっと、まあ、明確かなと。あとはまあ実際自分がその、まあ、体験っつったらおかしいんですけど、あの経験したことの中で、まあ、一度、自分と K さん、まあ、K さんの紹介でちょっと、
ジャパンツアーをやることになって、まあその中で、まあちょっと名前を伏せておきますが、まあちょっとこっちでも有名な方がおって、それを招待するっていう時に、ちょっとその方が自分に対してちょっと筋が通ってないことを言ってきて、まあ自分もそれに対してやっぱ怒ってしまって、自分と彼の間で喧嘩というか、まあ、ふざけんなみたいなになった時に、自分はそれを K さんに言わずに、まあその喧嘩終わ、喧嘩言い合いして、まあ、そのままほっといたんですよ。そうしたら次の日 K さんから電話かかってきて、ヒデ君、誰々と揉めとんのっつって、でいやちょっと筋通ってないことが言われて、まあちょっと自分も言い返してますっていうことを言ったら、Kさんの方から、まあそれはいいんやけど、ちょっとビッグホーミーから Kさんの方に連絡が入ったと。その彼はまあちょっとこっちでも力持っとって、でそのなんていうんですかね、多分まあ何かのいきさつでそれが上の方に話がいって、で上の方から Kさんの方にこいつ知っとるかっていう風に連絡が入って、でまあその時に自分がつるんどった、まあ、ギャングの名前 と、自分の、まあ、名前で、まあその時自分日本に住んどったんですけど、まあこのままちょっとその LA に行くと、ちょっとヒデ君これちょっと危ないよっていうので、まあ、K さんの方からちょっと 2,3 日誰ともしゃべる、まあ、LA のやつらと誰とも喋らんといてくれって言われて、自分が何とかするからっつって、で K さんがその問題をそのフィックス、その解決してくれたこともありますし、あとはその、まあ、自分がこっちに住んどる時に、まあ、国際的な犯罪にちょっと巻きて、でまあ、自分が、まあ、その物を送ったっていうので、まあ、警察の方から連絡がありまして、でそれでその日本に帰って取り調べを受けんと、もう指名手配かけるよっていうとこまで言われて、で、まあ、自分もそのちょっと、まあ、でそういうのはもうアメリカ入れんのも嫌やし、まあ、そんな、ね、自分もやってないっていうことで、まあ、その時ちょうど K さんと仕事を一緒にしてまして、で、まあ、こういう状況でアメリカから日本に戻らないとダメっていう話をした時に、分かったよっつって、でまあ日本に帰ったわけなんですけど、でその時にもう自分はその税関で止められると思っとったんですけど、まあ、そのまま税関出れて、で税関出たら K さんと、まあ、刑事2人、まあ、スーツ姿の刑事が立ってまして、でまあ自分はそのまま逮捕かなと思ったんですけど、まさかのまあ、その後ちょっと事情聴取2時間ほど受けただけで、まあ、まあ終わったんですよね。まあそれもいろいろ多分やってもらったと思うんですけど、でまあその際に、まあ、取り調べが終わって、最後その刑事に言われたのが、お前彼が誰か知っとるかと、刑事から言われたこともあります。まあ、ね、そういうとこ、まあいろんなね、そのなんていうんですかね、実際そのもっといろんなことがあったんですけど、やっぱりそのちょっとまあ言えんこともあるんですけど、まあ、ホーミーと、まあ、ジャパンが揉めた時にはもう絶対 K さんが一番に動いてくれて、必ずその問題を解決してくれる、まあ、それができるのがほんまにやっぱホーミー K さんですよね。なんで、まあ、そういうとこ皆さんに知ってもらいたいかなと思って、今回動画を撮らせていただきました。以上です。リスペクト力の K、 桜坂ギャングスタッシュ、 DJ サイレント、アジアの島国、大陸から見れば神風武士の国、城に染まるため息を殺し手交わる、それぞれの道、弱い優しさ買うしかないなら力つける、それしかないから、嘘本当見分ける左右の目、未だわからねえ自分の座右の銘、見捨てないぜ神はミスター K、
望。逆境の日々を爆走夢を語り合おうよ仲間の笑顔。なくさちなど皆無だ怒り苦悩学びで召喚、魂強化劣化つか風化すら不可能。この人生は最善か無か何を捨てて何を得る Homie No click click this your peace for 神の試練にどう答えるHomie カリフォルニアサウサイサーティン恥を捨てて愛を得る Homie No click click this your peace for 家族仲間のため命張る Homie サカシギャング2,3,4 レベル5サクラサカシギャングスタ瞬間周到命は一瞬巡り巡って今万全な気分振動ねえキャッ欲望捨てたら揃った国心無双過ぎた昨日より大事な今日罪と罪は消えないが卒業だサグライフ俺は俺の今を咲かせて散るだけだ